皆さんこんにちは。今回紹介するのは日本のアイドル、ファッションモデルであり女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである依田祐希さんです。2000年5月5日生まれ、福岡県福岡市出身、愛称は依田ちゃん、依田っちょ、依田依田です。キャッチフレーズはちっちゃいけど色気はあるとよであり、身長153センチと小柄ながらパイパイはバリ大きいバイ、そして私の股間もバインバインバイ。これ以上は福岡県の方に怒られてしまいそうなのでやめておきます。そんな巨乳の依田ちゃんの気になる3サイズですが、残念ながら公表されていません。そこで今回もネット上の予想3サイズを一番最後に発表しますので、最後まで股間はバインバインにしたままご覧ください。上京するまでは福岡市の鹿島で育ち、小学生の頃は活発で海に行って魚を取ったり、山に一滴に登っては落ちたり、ミミズを集めた数を競い合うような子供だったそうです。また憧れていた先輩に誘われヒップホップダンスを4年間習っていました。進学してからは中学2年生の終わりまでテニス部に所属しており、部員が女子しかおらず友達とアイドルの曲を歌ったり踊ったりしていたことからアイドルに興味を持ち、乃木坂46が好きになったそうです。そして中学校卒業の時期には周りの同級生は目標を持っているにもかかわらず、自分は将来像が描けないということで悩み、その頃に乃木坂46の3期生オーディションが行われるのを知り、アイドルが好きでやってみたい気持ちがあったため、受けなかったら後悔すると思いだめで元々の考えで応募したそうです。その後見事に乃木坂46の3期生オーディションに合格し、合格発表と同時に乃木坂46での活動を開始しました。またこのオーディションでは大手出版社各紙とコラボレーションした特別企画を実施しており、オーディションを前に重視の担当者が見学し、合格者の中から選出したメンバーに各紙が特別賞を与えられ、依田ちゃんはこの出版社コラボレーション特別企画賞で略夜書房のバディ、徳間書店のオーバーチャー、東京ニュース通信社の BLT の特別賞を受け、その雑誌に掲載されることが確約されました。その後も乃木坂46の活動だけでなく、モクドラ25のモブサイコ100での主人公モブの幼なじみ高根つぼみ役で出演や、ファーストソロ写真集日向の温度を発売などでさらに注目を集め、写真集はオリコン2018年上半期ブックランキングの写真集部門で7位、同年間ブックランキングの写真集部門で10位を獲得し、推定累計売上約6万6000部、累計発行部数約10万9000部を記録しました。長所はやるときはやることで、短所は容量が悪いことのようです。忘れ物が多く、注意力と記憶力がなく、抜けていると自称しており、学校に筆箱と間違えてリモコンを持って行ったり、乃木坂46のレッスン初日には同期である久保しおりさんと共にレッスン場を間違えた上に、帰りにシューズをレッスン場に置き忘れたり、レッスン着を持参し忘れたり、ペットボトルの蓋を閉め忘れたり、すべての持ち物を忘れて美容院から帰ろうとしてしまったことがあるなど、ドジっ子なところがあるようですね。もしかしたら私の股間の硬くなったものも間違えて握ってしまうラッキースケベもあるかもしれないですね。いや、ないか。趣味は映画やドラマを見ることであり、動物に囲まれて育ったこともあって動物が好きなようで、実家には庭、その周りには丘や草むらがあり、庭では犬、猫、ウサギ2匹などを飼っているそうです。好きな食べ物は焼き芋、もつ鍋、ケーキ、豚骨ラーメン、お肉、フルーツ、クレープ、焼き鳥、おつまみ系、じゃがいも、ブルーベリーヨーグルトスムージーであり、嫌いな食べ物は牛乳、キノコ類です。残念ですね。私のキノコはミルクも出るのに。それでは最後に予想3サイズの発表です。上から83、58、85の D から F カップと様々な意見がありました。というのも、依田ちゃんの目まぐるしい成長もあり、デビュー当時から比べると、格段とおっぱいが大きくなっているのが理由となっております。その成長は豊胸を疑われるほどのようです。個人的には、年齢も考えれば成長したからだと思いますね。この素晴らしいおっぱいに、私も依田ちゃんのペットになって飛びつきたいですね。来世は、巨乳アイドルのペットになりたい、そんな人生でした。ということで、今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの依田祐希さんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは
素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見てヨダちゃんのペットになりたいと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではこの後はヨダちゃんとの二人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。